岡島橋は岐阜県伊比郡伊比川町の伊比川に架かる国道417号の橋である。約200メートル上流には西能用水の岡島投資港がある。1939年に仮設された橋は老朽化が進んで補修を繰り返しており、福音が狭く大型車のすれ違いが困難で、大型車の交互通行に伴う渋滞も発生していた。また、 取付道路の歩道が未整備だったが、交通量も多く危険な状態となっていたため、2007年度から道路改築事業で約20メートル上流に新しい橋を架け替えて、前後の取付道路の整備も行われ、2012年8月22日に供用開始された。なお、1885年に架けられた当時は、英字橋という名称で、 伊比川上流で最初に架けられた橋だったが、憲比で架け替えられた際に岡島橋に改名されている。右岸から望む岡島橋、片側1車線の車道の両側に歩道が配置されている岡島橋の橋歴番3代目の旧、岡島橋、伊比川右岸上流より撮影。明治の初め頃まで、伊比川上流部には橋が架かっておらず、現在の岡島橋付近は、上岡島の私、 三輪の渡しと呼ばれる渡し船で、右岸と左岸が結ばれていたが、1885年の、いび街道改修に伴い、環境を得た有志者によって、英字橋という鎮取橋が仮設された。1894年に、権利者の都合による橋の売却話が持ち上がると、買収者による橋鎮の増額を恐れた、地元有志者が資金4180円を募集して、 イビエージ競合司会者を組織し、同年7月にエージ橋の所有権を取得した。しかし、翌1895年の出水で橋の半分が流出し、ついで1896年に橋の全部が流出したため、イビエージ競合司会者は仮橋を設計して出願したところ、民法実施により、 障子会社は営利を目的とするとの理由で民事社団に組織変更して出願するよう指示を受けて却下された。そのため、合私会社を解散して民事社団を組織するよう計画したところ、1899年4月に軍令第5号道路非支弁規則が発布され、その第2条で橋梁も道路の一部として軍の主担とされ、公費による建設が可能となった。 そこで、同年5月に、講師会社社長、松井彦兵衛は、岡島橋仮設願いを提出し、元橋が軍主単に採用された際はいかなる場合でも他の営業者に譲渡しないこと、1年以内に仮橋、5年以内に元橋を仮設すること、軍主単である以上は、無賃で渡し橋とすること、天災等により橋が流出、棄損して、 仮渡船となっても3ヶ月を超えずに仮橋が仮設されることを条件に、合紙会社が仮設した仮橋の足場及び元橋兄弟等をすべて差し出すので、速やかに軍主単で元橋の仮設を行うように制願した。その結果、1903年に憲否による岡島橋が竣工した。九百十三年七月には木造トラス、引けた板橋の岡島橋に架け替えられたが、 交通量の増加に伴って、橋の痛みが著しく進行し、橋脚は掘立橋脚、橋桁は天桁で補強工事を施して使用していた。また修繕に伴う交通禁止が余儀なくされていたため、1935年に当時の伊備町長安田健造が岡島橋の掛け替えを陳情した。こうして1941年に鉄筋コンクリート製の岡島橋が、 共用開始されたが、この橋も老朽化が進んで補修を繰り返すようになり、福音が狭く大型車の交互通行に伴う渋滞も発生していたため、2007年度から道路改築事業で約20メートル上流に新しい橋を仮設し、合わせて前後の取付道路の整備も行い、2012年8月22日に岡島橋が共用開始された。 神戸大橋平野小京山頂大橋、岡島橋、前島橋、井口橋、ありがとうございます。